皆さんこんにちは。世界の本球から本日は大阪府堺市のモズ古墳群を回っております。今私がおりますのは大仙古墳、仁徳天皇陵古墳の北側、中央部のあたりにおるんですけれども、実は、この私の目の前に広がっておりますのが茶山古墳と呼ばれる古墳になります。こちらですね、5世紀中頃に作られた円墳ということなんですけれども、珍しいのがですね、ちょっと位置関係を見ていただきますと、大仙陵古墳、大仙古墳がありまして、その中央の上に作られた円墳なんですよね。倍長なのかどうなのか、ちょっとかんあの大仙古墳との関係は分かりにくいですけれども、このようにこう集合がありまして、集合部の上にちょうどこの今真正面に、墳丘がちょっと見えてるんですが、これは実は集合ではなくてこの茶山古墳という円墳なんですね。珍しいですよね。あの前方後円墳の集合の上に円墳が作られるなんていう例は私も他では聞いたことはないんですけれども、さすがそのあたり、この大仙古墳、仁徳天皇陵古墳は、他とは違う何かがあったような気がします。まあ、本当に被葬者が仁徳天皇なのかどうかというところははっきりわからないところはあるんですけれども、当時の、大和政権と呼んでいいのかどうか、当時のこの政権から、政権というか当時のその天皇あるいは大王クラスの中でもですね、隔絶した力を持っていたのではないかということを伺わせる、大仙陵古墳であり、そしてこの茶山古墳ということになっております。なかなか面白いですよね。集合を歩く際はぜひ立ち寄ってみてください。